皆様、いらっしゃい。アイドル教室のアリス魔法です。はい、はい、今日はですね、なんとメンバーの皆さんにドッキリを仕掛けたいと思います。イエイ。はい、今日はですね、なんとお泊まり企画ということで、レッスンの後にですね、みんなでご飯を、夜ご飯を食べるんですけれども、そこであるドッキリを仕掛けたいと思います。はい、その場にもともとアリスさんはいないっていう、はい、そう、今日はなんかレコーディングがあるから参加できないっていう感じになってて、はい、いないのは怪しまれないです、はい、私がいないのは。なんで残りの、6人で夜ご飯を食べるんですけれども、それで本日やるドッキリがですね、遠隔操作ドッキリということで、はい、ワイヤレスイヤホンを片耳にしておいて、アリスさんとビデオ電話で、はい、電話をつないでおきます。私はアリスさんにその電話で言われたことだけをそのご飯中に話します。マホが普段しないようなこととかをやらせようかなと思うので、はい、そこでね、メンバーの反応をちょっと伺いたいなという感じでございます。はい、まあ、最初の方に怪しまれてもちょっと強行突破で、ね、尺を伸ばして頑張りましょうね。皆さんを騙せるように頑張ります。それではやっていきましょう。いただきまんます。いただき、うん、やったー、寿司だ。どういう一日なのか今日は。いや、本当にわからないですよね。わからない。絶対何かは起こる。眠いもん、もうおやすみなさい。もう寝かせないぞ。緊急事態発生、緊急事態発生。もう大事件、大事件なる、大事件なるです。今もういろいろカメラのセッティングがおかしくなってしまって、めちゃめちゃ大事件でございます。セッティングしていた iPhone の LINE 電話が消えてしまい、マホと通話ができない状態になってしまった。なんとかしてまた LINE 電話を起動させようと試みる。いや、メンバーさん、ちょっと、え、なに、誰誰なんで笑ってるんですか、アリスさん。アリスさん、なんで笑ってるんですか。なに、喋りましょうって言って座らせましょう。すごい女優だ。みんな座ってください。逃げ
つ面白いことやっててよって。怖いっつうか、なんか真帆のくしゃみからのこの演技で。一人ずつ面白いことやってって今から。やばい。じゃあ、ホリ、ホリから。じゃあ、ホリ、ホリから。ホリから。意味やから。どういうこと？なんでどうやってやったらいいの？あ、もうやっぱやらなくて大丈夫です。あ、やっぱやらなくて大丈夫。あ、やる、おい！じゃあ今福澤さんどういう感情ですか？福澤すみさんどういう感情ですか？無です。聞こえないからもっと大きい声で言ってって。聞こえないからもっと大きい声で。無です。もっと大きい声でって。もっと大きい声で。叩いて大きい声で笑って。なんか大パンも全然優しいし。それでもってその空間その。すごい。何何？じゃあちょっと服を脱ごうとして。ちょっと暑いから私服脱ごうかな。私の下着の色当ててみて。じゃあ私の下着の色当ててみて。見せろ。セーラー。ピンク。白。白。あ、白じゃない。白。ピンク。でもなんか、どういう。でもこのままだったら絶対進まないから。確かに。なんか。なんか。うるせえ黙れって。うるせえ黙れ。泣いて。めっちゃ泣き出して。みんなが話聞いてくれて。聞いてるよ。めっちゃ泣いて、ちょっとメンバーに絡みに行って、ホリさんの横とか行って。何か来たわ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 。ちょっと相談が、皆さんに相談があってって。皆さんに相談があって。私、あの、ホリさんの財布からお金取りました。私、ホリさんの財布からお金取りました。で、あとまだお金足りないんで、あとちょっと10万ぐらいいただけないですかって。ちょっとまだお金足りてないから、あと10万くらいお願いしてもいいですか？高っ。でもやっぱホリー行かせてくれなさそうだから、それこそお願いします。私キャッシュレスだから。私って言ってみんなをちょっとシエンとさせて。私、はい、結婚するんです。結婚しま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 す。急におめでとう。泣いてわめいて、そしたらうちら今から突撃するから。行きましょう。お願いします。まだ気合いしとんのに。なんで金払いたや。マジで仕事が怖い。どうした？何した？おめぐさん。
何の綺麗だと思いますか？マホが情緒不安定な、マホ、はい、マホが情緒不安定になったらどうする？違います。みんなは何て言ってくれるのか。違います。マホの演技10連発。違います。お泊まり企画だけど、お泊まり企画じゃない。みんな帰るってこと？はい。いや、泊まります。あ、泊まるんだ。泊まるんだ、それは。わかんないですか？はい。遠隔操作ドッキリでした。あ、それだ。やっとね。あ、知ってるわ、イヤホン。本当だ。アリスさんがイヤホンしてたから、あれ？いや、絶対一方的に喋ってるからってのは分かったけど、あ、何でだろうと思って。皆さんの声が大きすぎて全然聞こえなくて。面白かった。もうお金抜いてないんで。これはそうだ。あ、そんな悪いことしないから。すごい。すごい。スリルがいっぱいだったね。なんか怖かった。マジで。さあ、始まる時が何だったのかちょっと待って。確かにいろいろあって、ちょっと大変なことが起きちゃった。ああ。めっちゃ不思議な感じだったもんな、あの時。ホラーだと思った。あそこの置いてあるカメラ撮って、ちょっとスイッチやんないと。カメラあった。魔法の LINE 電話をつなげて。ああ、そうなんだ。ということで、遠隔操作ドッキリでした。まあまあ、ほとんどバレバレだったけど。バレバレ。でも遠隔操作はわからなかった。ナリスさんが来た時にイヤホンしてたから、あ、もしかしてぐらいの。そうね、すごい。それまでわかんなかった。はい、そうなんで、まあこういう感じでした。すごい。はい。では、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録。ここなんだ。高評価。高評価、コメント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 、コメ